ライオンのいただきますは、フジテレビ系列局他で生放送されたトークショーを交えたバラエティ番組である、ライオンの一社提供。フジテレビ系列局では1984年10月1日から1989年9月29日まで、毎週月曜日金曜13時13時30分に放送。もともとこの枠は、ライオン奥様劇場。 ライオン午後のサスペンス、ライオン劇場とライオン一社提供によるテレビドラマが放送されていたが、1964年10月以来20年間続いたドラマ枠からバラエティ番組に路線変更した。続編番組、ライオンのいただきます2についても本校で述べる。番組は毎回多彩な分野で活躍するおばさまたちをゲストに招き、 おばさまが答えるお悩み相談や視聴者のはがきを交えたトークなどを軸とした。本音をも実さないおばさま方のトークと、開始当時まだ20代だった小坂井和樹の司会者としての奮闘ぶりが見物となっていた。また、おばさまとして数々の往年の女優たちや歌手たちの本格的バラエティ番組出演が話題になり、彼女たちは若者層にも知名度を広げていった。 開始当初、ゲストとして登場する、おばさま方は1回につき、おばさん A、おばさん B の原則2名だったが、番組の人気が高まるにつれ、1回につき3から4名程度になった。後に、ゲスト紹介後に、小堺から、今日のおばさん3人合わせて年というように、毎回、おばさま方の合計年齢を発表していた。初回のゲストは、中山愛子と、 唄部久美子。視聴者から寄せられたお悩みをドラマ仕立てで再現し、人生経験豊富なゲストのおば様のご意見を伺うメインコーナー、いただきます劇場には、ヒロシチーボー、松金ヨネコらが出演。このコーナーから、エロガッパという流行語も生まれた。東京、新宿のスタジオアルタにおいて公開生放送を行っていた。 前の時間帯に放送していた森田和義アワー笑っていいともの観客を入れたまま同じスタジオを続けて利用した金曜日には笑っていいともの曜日レギュラーであり小堺とも親交が深い赤シやさんまがいいとも終了後の流れでほぼ毎週オープニングトークに出演し小堺と漫才チックなトークを繰り広げた これは、最初からコーナーとして設定したわけではなく、番組初期に、流れで、サンマが本番組のオープニングに顔を出したのが、そのまま高齢化したものである。なお、当初は特に時間制限はなかったが、トークが白熱しすぎて、本編の開始が遅れたこともあったため、後に5分程度をめどとした時間制限が設けられた。これ以降は、時間切れを知らせるチャイムが鳴ると、 即座に、サンマが退場するようになった。番組開始から1年後の1985年10月には、小坂井と小佐金として共演することが多く、サンマとも、信仰の深い関根勤が、いいとも、の金をレギュラーに加入したため、サンマと小佐金の3人で、オープニングトークを行っていたが、1987年10月から、関根が、 嵐山幸三郎に代わる編集長として増刊号に出演するため一旦金曜レギュラーから離れたためその後は2終了まで小堺と三んの二人だけに戻るタモリが後ろから顔を出して見ていたり逆に小堺がいいとも放送中にスタジオへ乱入することもしばしばあったまたいいともに来たゲストが飛び入りで登場することもあった 番組冒頭の曲は、菊池姫子、ハリウッドイリュージョンが使用された。なお、同曲系のクイズドレミファドンに、小坂井がゲスト出演した放送会で、この曲がイントロクイズで出題されたが、回答者が、いただきますと答えて、正解となった。開始当時はなかなか人気が上がらず、小坂井は番組開始時のプロデューサーであった、横沢表からも、 本番開始の数秒前に、この番組、いつになったら面白くなるんですかとプレッシャーをかけられていたが、萩本金一に言われた、お前に、ピンの仕事は来ない。お前一人で全部喋っちゃうからという言葉を思い出し、3割、喋って7割聞いていれば、楽しいことに気づき、それを番組に取り入れたという。フジテレビのディレクターだった。 佐藤義和が後年インタビューで語っていた中で、番組立ち上げ時、テレビ朝日を退社しフリーになったばかりの古たち、一郎に、いただきますの司会を打診したものの、平日体の生放送、しかも、いいとも、の後枠では、怖いと断られたと語っている。1989年1月7日の昭和天皇崩御から、 しばらくの間はライオンが CM を一時期自粛したこともあり、番組 CM 前のアタック音も一時的に音なものへ切り替えられ、オープニングキャッチも自粛された。いいとものように、この番組でも、オープニングキャッチ前とエンディングの提供表示後に、いただき、ます。というコールをしていた。なお、多くの地域では当番組の裏に、日本テレビの、ごちそうさまが放送されていた。 1989年10月2日からは、一時、廃止された会社キャッチフレーズが復活したことを機に、番組タイトルが、ライオンのいただきます2へと開題された。その後もしばらくは、主なゲストを、おばさまから、おじさまに変えた点以外は、従前のトーク番組のスタイルを踏襲していた。1990年1月4日と5日には、いいとも。 がハワイから生放送を行ったのに対し、当番組は谷川学天人体ラスキー場から大雪の中で全編成中継を行った。その後、1990年秋以降はクイズを中心とした番組へと変更し、12月28日放送分をもって終了。ライオンのいただきます時代を含めて6年3ヶ月間の歴史に幕を閉じた。 1991年からは、引き続き、小堺が司会を務める、ライオンのご機嫌ようへ、リニューアルされた。この番組ではアルタからの生放送は廃止され、浜町スタジオを経て、フジテレビ局内での公開収録に変更された。このリニューアルと同時に、創業100周年を迎えたライオンのロゴが、それまでのカタカナ表記から、アルファベットのライオン表記に一新された。 その後、ご期限用においても、2012年12月17日から21日には、スペシャルウィーク復活。いただきます。おばさん大集合、2014年12月19日には、30周年、記念いただきます。同窓会として、当番組を踏まえた内容の企画が放送された。また、2014年10月から12月には、お昼の一時で30年。 と題した特別企画が行われ2016年3月31日に終了した際は当番組含めて通算31年6ヶ月を締めくくる内容で放送されるなど当番組がご機嫌用と一括りで扱われることもあった。他マスコットとしてスポンサーのライオンのキャラクターであるライオンちゃんが登場し番組には欠かせない存在となっていた。 オープニングの提供クレジットには、一家で登場するアニメが使われていた。ただし当番組の放送開始から2週目までは、本来のデザインとは、かけ離れた、茶色の着ぐるみで登場した。これは、本来の正式な着ぐるみが、放送開始までに届かなかったため、当時のフジテレビの第一倉庫にあったものを流用した、ものである。 正式な着ぐるみが登場したのは3週目以降のことであった。このことは後に、同局系のトリビアの泉、素晴らしき無駄知識でも取り上げられ、開始当初の着ぐるみの映像も放送されたが、三宅ケース系のインタビューで現在ではその着ぐるみが、所在不明となっていることも発覚した。ライオンちゃんは、司会のアシスタントとして後番組の、ライオンのご機嫌用と、ライオンのグータッチ、 本枠の直接的な後番組であるバイキングにも引き続き登場している番組初期のコーナーおばさま方が観客の男性から一人を選び話をする番組の前半に主に開催されていたコーナードラマ再現後には前期は悩みの内容に沿った里伊藤とハッピーブルーの星降る街角の替え歌後期は大竹忍の,のかまって ボンドを披露していた。視聴者から寄せられた変わった体質や癖を、おば様方が異常だと思ったら、異常ではないと思ったら、罰のボタンを押して判断する。フィンガー5の恋のダイヤル6700のジングルで始まる。タイトル通り夏休み限定の企画で、小学生が出演者と会話をする。出演すると、番組特製のテレホンカードがもらえた。 テレカのデザインを視聴者に見せるときは拡大したパネルを使用するが、中山秀幸が毎回のように随分と大きなテレホンカードですね。とボケをかますので、小坂井は特典を説明する際には、この大きさではありませんと付け加えるのがお約束となっていた。まずは小坂井がヒット曲のタイトルを少し変えた題を発表する。 そして、その悩みの内容に沿った替え歌を、A.B. ブラザーズが、コスプレ付きのモノマネで披露し、小堺が内容を、おさらいした後に、おばさま方が回答する。毎週、おじさん二人と OL5 人組があるテーマについて、討論をする。会場150人がスイッチを持っていて、最終的に、OL の方が、半数以上の指示を得たら、勝ち抜けとなる。一周勝ち抜くごとに、 ライオンちゃんのぬいぐるみが机の上に置かれる。3週連続勝ち抜けとなると、ハワイ旅行がプレゼントされる。隣組のジングルで始まる。タイトル通り、視聴者からのちくりネタを紹介する。一のきく静かが中国語を教えるコーナー。視聴者が自分の意見を直接言うコーナー。おじさまたちの宝物の値段を当てる。ニアピン賞だとライオン製品がもらえ。 ホールインワン賞だと、ライオン製品の CM の出演権が与えられる。早押しで、イントロの曲を当てる、または、中央のステージに乗り、歌い出しを1フレーズ歌う。お手つきは減点されないが、ハゲ頭のかつら等の恥ずかしいグッズをつけなくては、ならない。もしくは、まんじゅうを食べ、食べ終わるまで回答権が与えられない。たた数なお、コーナーに採用された場合は、 ライオン製品の詰め合わせが送られた。1990年、夏休み特別企画としてスタート。当初は、番組前半の1コーナーだったが、好評につき秋からは30分に拡大され、年末の番組終了まで続けられた。オープニングの小坂井和樹の決め台詞は、運と知力とパーソナル、お昼のひととき、頭の体操、クイズいただきますであった。 出題される問題は、一般視聴者及びゲストが作成した問題。採用者には2500円が申請された。クイズの種類は大きく分けて、一般問題、なぞなぞ問題、パーソナル問題に分かれる。パーソナル問題とは、僕の星座は何座でしょうなどという出題者個人に関わる問題であり、多くの場合は二択、または三択形式になっていた。 13、問目は挑戦者がボールを引き、そのボールに書かれている人が、クイズに回答する。ボールの種類は4種類あり、以下のような内容であった。賞金は、可表の通り。いつでもドロップアウトが可能であり、その場合はその時点での累計金額が申定される。途中で不正解となった場合は、賞金がすべて没収され、代わりに、当時のライオン製品が、 正解数だけ認定された。ただし、で獲得したボーナスは没収されない。表は15問目までしか表示していないが、挑戦者が希望すればそれ以降の問題も挑戦できる。10問正解すると、チャンピオンに認定され、番組セットの壁に、額縁入りで、顔写真が飾られた。チャンピオンの顔ぶれの中には、他のクイズ番組における、 常連出場者も含まれてはいたものの、通常は、なぞなぞ問題、パーソナル問題、ボール問題が、ネックとなり、知力だけで勝ち進むことは難しかった。一般の挑戦者に至っては、ことさら勝ち進むことが困難であったため、節目の5問を正解したところで2万5千円を、手堅く持ち帰る、という挑戦者が非常に多かった。制限時間となると、 ライオンちゃんがドラを鳴らして知らせる。伊藤四郎等のお笑いタレントが出場している時は、鳴らした時にオーバーリアクションをするのがお決まりとなっていた。予選は5、6回行われ、日曜日に開催されていた。10名近くのスタッフが、それぞれ一人ずつ出題者となり、出場者に10問の問題を出題する。そこで合格、または不合格が告げられ、 番組本番に出場することになった者には、電話でその旨が伝えられていた。また、番組本番でも、それぞれの出場者が何問目まで進むのか予測、不可能だったため、毎回、ステージセット裏には10名近くの出場者が、スタンバイしていた。11月に入ってから、このクイズのコーナーで出題された問題や予選への、参加方法、 予選用練習問題などが掲載された台本形式の問題集が視聴者プレゼントとして50名に送られた。系列は東方総集領事のもの。ありがとうございます。